どうも、ワニです。今日もまたね、石垣島の夜の森の中に来てます。もう何回石垣島に来てるんだよって話ですよね。ちょっとね、雨がさっきまで降っていて、かなり湿度が高くなっている状態なので、いろんな生き物が見れるんじゃないかなと思います。森の中でどんな生き物が見れるのか、やっていきましょう。あんなところに、アオガエルがいますね。こんなチクチクの、マジ人間が触れても血が出るぐらいの、アダンの木の葉っぱの奥の方に、だからこそかな、外敵から身を守れるからいいのかな、アオガエルがいます。ちっちゃいのが今年生まれのアオガエルがこの辺にちらほらいますね。ちっちゃくてかわいい、綺麗だな。そして見事に保護色で一体化してますね。かわいい。なんか手が黄色くて綺麗だな。いや、寝方よ。ポーズの癖が強いな。蚊に刺されてるし、しかも。誰が？木登りトカゲ。木登りトカゲ、爪の先っちょ蚊刺されてるよ、お前。何食わぬ顔だな。はい、先島ハブがいました。美しいな。綺麗な模様。怖いので、触りません。大うなぎがいます。でっかい大口うがいもいるよ。あ、ほんとだ。いや、いいサイズの大うなぎだな。かっこいい。ね。模様が好きだわ、大うなぎのこの、まだら模様。お、先島まだらいましたね。まだらっすね。そこそこサイズ。早いな。ハブもいる？お、ブラミニメクラヘビ見ました。とりあえず今回これでもう4種類目のヘビだな、一応。ブラミニちゃん。ブラミニ俺持ってくる。ほら、ベロが出てますよ。はい、ヤシガニがいました。ヤシガニが木に登ってますね。ヤドカリっすね。本当に。こうやって登るんですね。はい、幼獣魚が泳いでたんで取りました。ちょっと何幼獣魚かわかんないけど、赤い体のラインが美しいですね。結構いいサイズの幼獣魚。しかもこいつよく見たら、ほら見て、お腹側に稚魚、卵かないっぱいびっしりくっついてます。こんな感じで抱えるんですね、卵を。タツノオトシゴだとお腹の中にあるなんか、穴からね、お腹の中に直接卵を入れて抱えるんですけど、幼獣魚だとこうやって、露出した状態で抱える感じなんですね。面白いですね。幼獣魚はリリースしよう。バイバイ。でかい先島スジオ。1m30ぐらいかな。いや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 、全然2m余裕であるっしょ。あ、2mもいいレベルやん。手でいきます。お、おとなしい。あらやはずやで。おとなしい。大丈夫ですか？危な。でかいな、これでかいな。いい柄してるし。いい柄してるわ。うわー！でっかい。ちょ、こっち向けてください。うわ！危ない。あ、ライト消しましょうか、もう一回。うん、ライト。あ、消していいですか？やりますか？大丈夫ですか？うわ、艶出てるわ。うわ。でかー。健康だよな、めっちゃ。160とかか、これは。見てみ？筋をって言ってたやろ。筋の尾があるから筋をやね。どっち筋をすか？待って、ベロがピンクだから先島スジオ。先島スジオっすね。じゃあ海外産の大陸と台湾は青いんですよね。大陸スジオは青いんですよね。これがぶっといいサイズだね。あっさりきすぎやろこれ。取れるのだって歩いてる道の横におるやん。でどういうことやねん。いいサイズ、いいサイズっすね。人の身長ぐらいあります。倍かだよ。大丈夫かな。よし、あ、おとなしい。もらっていいですか？はい。すげえ。なるほど。あかりの仲間だよ、これが。これが八重山ヒバ、初めて見たね。毒入りですよ。うん。この間マサ兄さんと行った時ね、めっちゃ出ましたね。2匹3出ましたね。3出ました。おお。毒入りだ。毒入りが。結構でかいんだね、本当に。ひばっかりの中で唯一毒があるんでしたっけ？いや、ひばっかりで唯一卵胎生です。お腹から子供が出てきます。結構大きいです。こんぐらい。普通に俺の親指より全然太いですね。最大 1.5 とかです。これひばっかりの中で一番でかいの。なんか模様変ですね、こいつは。ずれてますね。まあ地味っすね。なんかずれてないですか？ほんまやったらこう綺麗にスライプ模様になるんですよ。まあ個体差で。うん。日本最大で 1.5 とかですね。いや、ひばかりの大きさじゃねえわ。とてつもないですね。とてつもないですね。しかも毒入り。こんな模様ずれることあるんですね。くっさ。あ、でもちょっと草亀に似てる。草亀みたい。匂い。草草でたまらんわ。草亀だなこれ。草亀っすね。やっぱひば草。いや、くっさ。セマルハコガメが噛み砕かれて死んじゃってる。なんだろう、イノシシとかかな、野犬か。悲惨だな、天然記念物が。はい、サキシママダラが路上でカエルを食べてます。サキシマじゃない、オオハナサキガエルか。オオハナサキガエル、かなりでかいサキシママダラだね。ちょっとイグル手近づけてよ。ああ、これぐらい1メーター何十センチくらいのサキシママダラです。軽い赤股くらいありますね。ねえ、かっこいい。カエル食うんだね、自分で捕食して。こうやってうちのやつにもウシガエルあげようかな。食いたいなって顔してるよ。そりゃ無理よ、あんた。あんたそんな大きさ無理やろ。あれ何ガエルだ？サキシマ沼？大花咲きガエル。大花咲きか。ああ。